日本選手権、まあ、去年ちょっと中止になったってこともあるけど、はいはい、ダービーってやっぱどう他の G1 と比べて、うん、やっぱりやっぱり大きな大会とは思うんですけど、うん、一つの G1 という枠組みとして僕は考えてて、うん、その中で6日間という長い開催をどう乗り切るかっていうことが、うん、できればまあ、今後選手として成功できる可能性も広がるのかなという大会とは僕は思ってますね、うん、まあ、そうだね。俺たちの頃は4つしかなかった特別競輪がみんな6日制だったから、はい、6日の中で4回走るっていうね、まあ、宮杯だけ5回走ったけど、はい、今は他がみんな4日制だし、そうですね、今度オールスターがまた6日制になるのかな、になりますね、はい、ね、で、まあ、競輪祭なんかもね、うん、長かったりとかするし、はい、だからその中でしっかり戦えれば他の G1 でもタイトルが狙えるんじゃないかっていうふうには思いますし、うん、これどうなの、6日で実質4回しか走んないじゃない、はい、ね、間に休みが2日あるっていう、休みながら走るっていうのはどう、悪くはないんですけど、やっぱり初日走りたいかなっていうところですね、うん、そうすれば初日走ることによってそこからの修正があと5日間あるってことなので、うん、まあ、初日走らなかったらレースの感覚がわからないんで、うん、修正が4日間になってしまうっていう形になるんで、うん、まあ、初日走ってっていうところが良かったんですけど、まあ、2日目でしたね、まあ、そこはね、はい、いろんな考え方があるって、はい、まあ、俺なんかどっちかって初日休みで、あ、練習がっつりやってきて、はい、で前県と初日休むって2日間ぐらい休めるんで、はい、あ、そうですね、ちょうどいいかなっていうね、でそれは事前の練習で調整してくるじゃない、はい、ある程度、はい、ね、そうすれば問題ないしっていうことでね、ただ初日走るとその後は休みが当然2日ぐらいできてくるわけで、そうですね、休みの過ごし方がね、うん、難しいというか、去年一昨年まではね、その休み方っていうのは、まあ、今まで通りだったんですけど、うん、今年はねやっぱりコロナのこともあるので、うん、まあ、コロナ対策でどういうふうに過ごすかっていうところが変わってくるのかなっていうところで、うん、まあ、コンディショニング調整が難しくなるのか、まあ、その人にとって楽な、なんていうの、私生活っていうかね、うん、生活になるのかなっていうところで、まあ、変わってくる人もいるんじゃないかなとは思いますね。まあ、でもね、もうコータなんかベテランの域に入ってきたから、はい、別にね、もうグランプリも何回も走ってるし、はい、グランプリだって入ってから走るまで3日ぐらい、そうですね、ね、はい、走らないでいるわけで、はい、そういったことを考えれば、まあ、多少休みがあったってそこはうまく過ごせるっていうところあるんじゃない？はい、休みがあった方が自分がトレーニングできるなっていう風な感覚になってるんで、うん、明日のため明後日のためじゃなくて本当に1年後2年後のためって思って、うん、開催中もストレッチなりトレーニングしてるので、うん、まあ、本当にね、休みがあってもしっかりトレーニングができてるっていう状態を保ってます ね、うん、ね、まあ、浅井康太といえばね、独自のトレーニング理論があるしね、そのために普段からいろいろやってるみたいだから、はい、ね、まあ、これがいつまでね、選手やれるかっていうところにも関わってくるだろうし、そうですね、そこが多分1日で何かが変われば将来1年選手として寿命が伸びるんじゃないかっていうふうに思ってるので、うん、ね、うん、まあ、ある意味浅井康太が何年ぐらい選手やるかっていうのも楽しみよ。いや、50でグランプリ乗りたいんですよ、はい、っていう目標は持ってます ね、いや、それは当然ね、はい、目標ってのは、ね、高いところに持っておかなきゃいけないし、はい、まあ、高くはないですけどグランプリはって思いますけど、ね、50歳だと結構じゃない、まあ、今はね選手出てくる量が少ないからね、それとね、みんな考えるのは進化してって若い時はって思うけど、うん、そこから退化していく人間って思うんですけど、ね、結局は進化でずっと、うんうん、年取ってくるのが進化なんですね、その時にやれることがあるんで楽しめることがあるんで、うん、だから今はね、その数学の勉強とかじゃなくて、やっぱ競輪に対してどうなのか、人としてどうなのかで、将来的に50になった時にそれがもっと上のレベルであれば、うん、多分能力は上がってる、うん、まあ、運動能力の脳じゃなくて頭の能力が上がれば回転数上がるんで、まあ、体も動いてくれる、多分老化しないんだろうなとは思いますね、うん、それはね、はい、今いろんな情報もあるし、はい、やり方もね、昔と違って、うん、これがいい、ね、どういうものが向いてるんだとかっていうことも、はい、いろいろ分析も できてきてるから、うん、まあ、ある意味ね、はい、将来どうなったかって後で振り返った時に、あれが良かったんだなと思えるような ね、 そうですね、形になればね、はい、もう中野さんはいいですよね、俺とっとやめてるからいやいや、もういい生活で、あとのんびりとね、はい、これからどうやって、羨ましいです、
まあ老後と言いたくないけどどうやって過ごそうかなみたいな、いや、ね、老後なんてないんですよ、老けてないんだよ別に、大体な、はい、うん、その気持ちがないからね、はい、うん、さあ、本題に戻りますが、はい、あのコンディション自体はもうずっと そういう形でやってきてるから、はい、あの上下はそんなない、そうですね、あの下がったとしても、まあ、下がったって思うよりもあの上げる気持ちでいるし、上がっても上げずに、うん、あの自分は普通だなっていう平常心を保つようにしてるんで、うん、もうずっと一定かなっていうところはありますね。あのどう、あの自分で戦うレースがまだまだあの、はい、多いんだけど、はい、あのやっぱりあの山口君と一緒に走ることによって、うん、あの山口君もね、あの先行最近やりだして、うん、まあ、その中でなんていうのかな、今チューブで追い込みになるとやっぱり先行屋が少ないので、うん、意味がない、だから自分で切り開いていくために自力で、うん、あの突破していった方が将来タイトルに近くなると僕は思うんですけど、うん、だからその中で今自分が、ね、自力でやってるんで、その壁をあの中部の先行屋の少ない壁をどうやって突っ切るかっていうのは自分がやっぱり自力で壁を壊していかないとって思ってるんで、だからね、脇本君、新田君、深谷君みたいに自力をしっかりつけることを、頭に置いてトレーニングはしてますね。あの、まあ、自力って要するに自分の力で戦うわけで、はい、人を当てにしないっていう部分だけだから、はい、あの別に2周踏まなくてもいいわけだし、そうです、ね、半周で勝てるやつは半周で自力でいけばいいわけで、はい、ね、1周でもいいわけで、はい、あのトップスピードを高くして、でその持久力がね、まあこんだけあれば十分っていうだけのね、はい、レースをすればいいわけだから、そうですね、うん、あの人を当てにしないっていう自力ね、はい、あのこれは別に先行だけじゃないからさ、うん、何でも大丈夫だと思うよ。そうですね、あの平原さんみたいにやっぱりしっかり動いて自分が中心になって中段取って周りを動かしてるっていう状態を作るのが一番いいと思うし、う、うん、だからあの自分で動いたことによって先行体制に入るんじゃなくて、自分が動いて周りを動かすっていう風な選手になれば一番強いのかなとは、うん、僕は尊敬できる、うん、存在だと思うんですけど、今言ったね、平が動いて中段取って、はい、俺は動いて番手取るタイプだから、あ、はい、それが一番勝つ確率高くなるから、はい、最終的に番手にいればいいわけだから、そうですね、やっぱり、うん、逃げてる選手の後ろに、はい、あの回るっていうね、はい、うん、最近はみんな遠慮がちにあの、そうですね、ね、なかなか番手いかないけど、はい、うん、まあ、今回違反点少なくなったので、まあ、勝負はするときはすると思うし、うん、ね、しっかり伝えさせてもらって、うん、はい、それはあの勝負してね、番手、はい、4コーナー番手で回ってくるのが一番確率高いんだから、そうですね、1着の、はい、間違いないです、ね、うん、その位置をどうやって取るかっていうのが本来の競輪の形だったんだけど、はい、まあ、あのそういうところも含めて浅井君には期待してるから、まだまだあの期待に応えれてないので頑張ってしっかり応えれるように頑張ります、はい、ではファンの皆さんに今回にかける思いを、はい、今回は、精一杯自分の力を出し切りたいと思います、応援お願いします、はい。